第7軍は第二次世界大戦時のドイツ軍の部隊である。第7軍はフリードリヒドルマン大将を司令官として1939年8月25日に設立された。1944年のノルマンディ上陸作戦時には B 軍集団に所属、前、第 2SS 総合軍団司令官パウルハウサー新兵隊上級大将がドルマン大将の死後、指揮を取った。 フランス西北部のブルターニュ地方やコタンタン半島に配置された。第7軍はノルマンディ上陸作戦中の大部分の戦いに参加、その支援を新設された第5装甲軍が行い、第15軍がパイコールドカレーに配置された。第7軍はファレーズポケットで包囲され、ほとんど壊滅状態に陥った。連合軍がマーケットガーデン作戦を発動させていた頃、第7軍は ベルギー、ルクセンブルク国境のアルデンヌに配置されていた。ラインの守り作戦が発動された時、第7軍には3個不評師団と1個、高下両兵師団が所属していた。第7軍の役割は、攻撃の主体を行う、第5装甲軍の難面の防衛を行うことになっていたが、作戦後、その戦力は10分の1までに低下した。レマーゲンの戦いの後、連合軍により、 ルール地方で包囲され、第七軍はアメリカ第一軍に降伏した。ありがとうございます。